アルベルト・パリアーニは、イタリアの軍人。最終階級は、陸軍大将。1876年11月27日、イタリア北部のミラノに生まれる。モデナ陸軍士官学校を経て、山岳部隊の指揮官となり、第一次世界大戦では、第6アルピーに連隊を率いて従軍した。終戦後は、陸軍参謀、アルバニア駐在部官、第11不評士団。 ブレンネロ師団長を経て、1934年に、陸軍参謀次長へ任命された。1936年、フェデリーコ・バイストロッチ陸軍大将の後任として、陸軍参謀総長に昇格した。1939年、第二次世界大戦が迫る中で陸軍を退役し、後任の陸軍参謀総長には、ロドルフォ・グラツヤーに陸軍元帥が任命された。 1943年、大戦後半に予備役動員を受けて陸軍に戻り、フランチェスコ・ジャコモネ・ディサン・サビオ公爵に代わって、アルバニア総督に就任した。ティラナの宮殿に滞在して、アルバニアの治安維持に尽力したが、イタリア国内で急戦派のクーデターが起きると、南部亡命政府とイタリア共同公戦軍を支持すると表明、進駐したドイツ軍によって、身柄を拘束された。 戦後に、ドイツ軍の収容所から救出されたが、今度は連合国によって、ファシスト政権への協力から引き続き拘束された。1947年、無罪判決が出されて、ようやく自由の身となり、ベネト州マルチェジネで余生を過ごした。1955年3月1日、78歳で、病没した。ありがとうございます。